どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回私ですね、福岡県福岡市中央区にやってまいりました。今回お邪魔するお店はですね、ラーメン仮面55さんというお店なんですけれども、なんとこちらにパニックラーメンという、なんとも威圧的な激辛メニューがあるということで、今回私やってまいりました。パニックラーメンですよ。これ食べたらパニックになるんじゃねえのかと、いう感じですけれども、ちょっと得体の知れないメニューです。パニックラーメン、どんなものかちょっと、早速調査してまいりたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。福岡で激辛カレーのジャンルでは知らない人はいないとまで言われるスリランカレストランのツナパハグループ、その3号店がこちらのラーメン仮面55だ。今回はこちらの激辛メニューを紹介するとしよう。まずはエスニックスープを鍋に入れ熱していきます。その間に麺を茹で、青唐辛子とチリパウダーに漬け込んだ鶏の唐揚げをカット。続いてルチャと言われるスリランカのご飯ですよ的な香辛料を加えます。熱したスープと麺を丼へ。先ほどカットした鶏の唐揚げ、卵、青唐辛子を入れ、水菜、パプリカ、ネギをトッピングしたら完成。パニックラーメン辛さ増しのお目見えだ。いただきます。さあ、パニックラーメンお手並み拝見ですよということで、さあ、じゃあね、まずスープから食べていきます。いただきます。濃厚ですね。エビの濃厚な出汁が効いてますね。これ美味しいな。これココナッツミルクで若干こうまろやかになってますけども、しっかり辛みも遅れてやっていきますね。この唐揚げみたいなのは、これあの辛いタレにこうつけだれ、辛いつけだれにつけてるそのつけ、あまり主役でもないこのチキンがこんなに愛情注がれてる。美味しいな。あ、分かります。あ、これね、あの激辛ラー油なんですけど、ちょっとルチャを2つちょっと注文しました。はい、あ、箸が止まりませんね。うめえから替え玉いっちまうぞと。来ました、こちらが替え玉でございます。欲張りジョニーでございます。これうまいよ、止まんないよ。もう麺が、まあ、ある意味胃袋がちょっとパニックになってますね。すいません、ご飯のチューお願いします。食欲が止まらないです。止まんなくなっちゃったな。はい、じゃあちょっとご飯をぶち込んで最後雑炊スタイルで食べていきたいと思います。いただきます。おい、ご飯舞うのかよ。パニックだな。
最強だこれ。ごちそうさまでした。素晴らしい、美味しかったね。替え玉とご飯をおかわりしましたと、それぐらいの美味しさでございます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメン仮面55さんのパニックラーメン辛さ増し辛さレベル、じゃららじゃら辛さレベル4です。4でございますと、燃え上がるような、まあ、こう辛さはないんですけども、まあ、程よいね、程よい辛さで、かつねこのエビの濃厚な出汁と、ココナッツミルクが合わさって非常に美味しい。ラーメン仮面55さん姉妹店が、まあ、ここ合わせて4店舗あるらしいんですけれども、この2つこれ食べログ100名店に選ばれてますんでね、まあ、ここのお店も結構食べログの評価高いんで、非常にもうおすすめです。間違いない。ここ来て外さないね。本日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、よくわからないコメントが来てるんで紹介させていただきたいかなと思います。はい、ペンネームタコ社長さん、いつも時間かけて食べ過ぎなんじゃないの、男なら5分で食べなきゃと。いやまあまあまあ5分はきついでしょ、ね、とよく噛んで味わいましょうと。2通目、ペンネーム高田武さん、美味しそう、俺だったら5分で食えるな、夢の中で。夢の中か。